はい、こんにちは。J1BJT です。2023年7月22日土曜日です。今日ちょっとね、JAL のホームページでね、更新されているところがあるんでね、画面だけですけども、少しお話したいと思います。トピックスとかね、こういうのがあるんですけども、実はここね、あんまりね、きちんとね、タイムリーには出てないんですね。ここに出てこなくても、なんか更新されていることは結構あるみたいでね、今日ハムフェアについてお話したいと思います。ハムフェアの案内ページがね、ここにあるんですけどもね、こっそりちょこっとね、更新されてるみたいです。で、ハムフェアの2023年、今年の8月19日20日にビッグサイトでありますけども、こちらのね、案内が少し前にね、更新されてました。ハムフェアの前売り券がね、発売されてますよって、この情報も出てないんじゃないかなっていう話があったんですけどもね、今はここに書いてあって、チケットピアで1800円でね、売ってますよと。会員の方はね、1000円ですけども、会員以外の方が2000円っていうね、値段に去年から値上がりしています。で、チケットピアで買うとね、1800円で買えるっていう話らしいんですけどもね、会員の方が1000円の分をどっかでね、買える、事前に買えるってことはね、どうもないみたいで、出店者でね、入るときはね、それできるかもしれないんですけどね、ちょっとそれがないみたいです。はい。で、その他で言うと、こういうね、会場内のイベント予定とかってこういうのがね、少し書かれていて、去年と比べたらね、多少変わったところがあるっぽいです。で、これについてはね、今日ちょっと話しませんけども、どうしてそうかっていう話なんですが、皆さんご存知の通り、6月の終わりの頃ですね、JAL の社員総会があって、その前の理事会でね、前の会長がね、解職されたと。まあ、事実上ですね、クビという形だと思うんですけども、代表理事という会長職からは解職となって、で、理事からは辞任と、自主退職じゃないですけどもね、辞任という形で、理事会からはいなくなったと。で、ハムフェアっていうのは、昨年までは、JAL の会長がやっていたんですよね。別に会長がやらなきゃいけないって話じゃないと思うんですけども、たまたまだと思うんですけども、昨年は前会長の高尾さんが実行委員長ってやってたと思うんですけども、今年はですね、それの方がいらっしゃらなくなったので、急遽、6月の30日だったかな、東京支部の支部長ですね、澤田さんという方が、実行委員会の、責任者、実行委員長に、なられたらしくて、6月30日に急にね、東京支部長がこのハムフェアの実行委員長に就任して、何の引き継ぎもなかったらしいんですけども、そして7月5日にハムフェアの出展者説明会、平たく言っちゃうと、出展者の方に集まっていただいて、どこの小回りになるかっていうのをね、抽選をしたりするような催しがあるんですけども、それがやられたそうです。で、その結果として、ハムフェアのね、出展される方が、会場案内図っていうのは、これはこんな風にね、これ昨年までと一緒だと思うんですけども、会場の設営をされている、多分業者さんだと思うんですけどね、この業者さんの、小回り図があって、これがね、こう、ブースの番号が入ってるんですけども、そこまでのね、ものが開示されてます。で、その他にですね、今年ね、初めて見たんですけども、これ7月10日現在 PDF って書いてますけどね、出店クラブ一覧っていうのがね、出ました。これ去年なかったと思うんですね。会場に行くと、会場で配られている冊子の中には、こういう情報があったと思うんですけども、事前にとかですね、JAL のサイトで確認することができなかった出店クラブの一覧が今年は開示されてます。これちょっと見ましょうか。こんな感じですね。で、このどういうふうなこの小回りのね、番号に対してどういう団体で、重要なのは出店内容ですね。この団体が多分出店されるときに書いたと思われる出店内容の概要ですね。これが書かれてます。で、これ今ね、公開されてるんでね、誰でも見られる情報だと思うんですけどもね、これがあるなしで言うと、あるだけでね、個人的にはだいぶ分かりやすくなったんじゃないかなというふうに思ってます。この団体名の名前を見ても、実際何をやるのかっていうのはね、知ってる人は知ってるでしょう。
去年とかその前もね参加してるクラブだったらね何をやってるってことはわかると思うんですけども、今年どんな風な催しをねしようと思って出てるかっていうのねここに書いてあるんでね、これがね出てきたのはねだいぶ違うんじゃないかなっていうふうに思います。まあこの中にねこういろいろあるんですけどね、もしかしたらね私ですねこの C16Mac で楽しむハムっていうねこちらの団体の方からですねちょっと声かけられてるんでね、こちらの方の頒布される冊子ですね、頒布される小冊子の中にですねちょっとしたらもしかしたらちょっと記事を書くかもしれないんですけどもね、まあそんなものあったりとかして、特に、なんていうわけじゃないんですけどもね、その隣にこちらいますねとかね、電源ちょっと気になるんですけど出るのかな出ないのかなとかね、まあ出ればねこれわかるんですけどもね、あここが隣にあるんだとかね、そういうのをねちょっとコマ図を見ながらこう想像すると、どんな風に回れたらいいかなとかね、AKC とか行きたいよなとかね、まあ、いろいろあるじゃないですか。まあこれはねもう知ってる人はねこれとさっきの会場図見ればねすぐわかると思うんですけども、まあ、こういうのを見ながらどこに行けばどこに行きたいよみたいなのがねあって、それでハムフェアに行こうと思うか、まあこの出店内容だったらあんまり回るところがないかなとかね、いろんなことを考えると思うんですよね。で僕の場合は、いくつか見ようと思ってるのはメーカーさんの他にこの一般のブースで言うとやっぱ電源を探しに行きたいなとかね、あと移動運用をどういうふうにやってるのかなっても知りたいなとかね、そういったところを中心に回ってみれたらいいのかなと思ってます。でこっちにね純粋展示っていうね今年のその出展費用が上がっちゃったっていうところのね団体があるんですけども、かなりね出展費用がかさんでます。今年なぜ上がったか分かんないんですけども、できれば来年はね下げてほしいなと思うんですけどね。でこれを見ていくとずっとあるんですけども、まあ例えば僕なんかがお世話になってるってところもねやっぱあるわけですよ。まああのあんまり活動してないんでね偉そうなこと言えないんですけどね、一応ソータもやってるんでねソータのブースをね見てみたいとか、あとポーターはね結構本当にお世話になってるんでね、ここもねブースまたね行ってね、賑やかしでねいろいろこうやってみたいなとか思ってたりもします。まあ、この辺りを回っていければなっていうのをねこういうものを見ながらね考えるっていうのもね楽しいんじゃないかなと思ってます。あとは山と無線とかねこの辺りでね山岳運用ツールとかねこれどうなってるのかなとかってね去年もちらっと見たんですけども、また見に行きたいなとか、そういうのを、まあ、こういうのを見ながらですねなんとなくこう想像するのが楽しいんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ、ビジネスはねこういうふうにありますけども、メーカーさんね、まあ、AS さんとかね、こういうのね、見に行きたいなっていうところもあるんですけどね。まあ、アイコム、ケンウッド、まあ、このあたりはですね、無線機なんか新しいの出てこないかなっていうのがね、まあ、ケンウッドのね、ハンディ機がね、出てくるんじゃないかなっていうのはね、まあ、大体皆さん想像つくと思うんですけども、AS がなんか出さないかなとかね、アイコムがね、なんか隠し玉あったらいいななんていうのね、ちょっと思ったりするんですけどね。あと、アルインコがね、どうなかなとか、あと、第一電波工業、新しいアンテナが、またね、なんかこう仕込みがあるのかなとかっていうのは、期待したいところだったりします。で、ハムフェアなんですけどね、まあ来月なんですけども、まあやっぱどうしてもね、これがすごく気になります。東京都の感染者数がね、結構今増えてるらしいんでね、そのことも気になるんですけども、まあ可能であれば、ハムフェアに行って、まあ、楽しくね、アイボールとかできたらいいなっていうふうに思っています。今日のところはそんな感じでしょうか。はい。ハムフェアね、こういう形でね、急遽ね、実行委員長も変わったみたいですけども、この実行委員長の澤田さんってね、先週関西ハムフェスティバルですか、関ハムに澤田さんは視察というか、行かれてたようで、土曜日、日曜日、両方ともね、会場回れてたみたいですね。カンハムはね、YouTube でライブ中継とかいろいろやっていて、そういうところでね、私もちょっと見たんですけども、やっぱりその、ハムフェアの実行委員長がカンハム見に行って、やっぱりなんかいろいろこう、刺激を受けた部分があるんじゃないでしょうかね。で、いいところはね、真似して、改善して、
より良いね、より楽しいハムフェアに、ね、なってくれたらいいんじゃないかなというふうに思ってます。今日のところはそんな感じで、それではさようなら。 J1BGT でした。